時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。今日のお相手はユニット系の関東、はい、ひとしです。はい、よろしくお願いします。ひとしさんに今日はゲストで来ていただきました。はい、そしてスタッフの FM ギノワスタッフのひろきです。はい、この3名でお送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。この放送はですね、サイマル放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。こちらでですね、サイマル放送でしたっけ、はいね、を選んでいただいて、聞いていただくと完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。あとなんだっけ、ツイキャスご覧の方はそのままコメントをいただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします。それではですね、まずは、今週のミュージックバー F のライブ情報から。3月14日今日ですね、火曜日、春風ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージが500円です。ですね、僕あのリハをちょっと見てきたんですけどね、とってもね面白い感じの、内容になってますんで、今ちょうど1ステージ目終わったぐらいだと思います。まだ終わってないかな。多分ね2ステージ目あると思いますんでね、お近くの方は行ってみられてください。それから明日ですね、3月15日、ユニット系ライブ、ユニット系になってますが明日は僕一人でやります。こちらオープンが21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージが500円となっております。そして16日木曜日、日賀義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージが500円。続きまして17日の金曜日、ローリーライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、こちらはライブチャージが2000円です。それから18日の土曜日、こちらはですね、ボイス&ギターデュオ長子のライブになってます。まあ、ギノワンであればね、あの松木さんの CM ソングとかね、あれを歌われてる長子さん、乗るだけセットの乗るだけセットの CM、 そうそうそう、ね、長子さんのライブになってます。3月18日ですね。こちらオープン時間がちょっと早いです。20時、ライブスタートが20時30分で、ライブチャージが1500円となっております。そしてですね、3月19日、日曜日になるんですけれども、ミュージックバー F7 周年のイベントがあります。こちらオープンが、20時、ですね、ライブじゃねえや、参加料っていうのかな、会費が2500円ということでですね、だいたい12時ぐらいまで、みんなでワイワイやってますんでね、興味のある方ぜひ一度 F に行ってみたいという方、いらしてください。ミュージックバー F の7周年があります。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。そのまま CM パクってきました。ひとしさんも、はい、あ、ともちゃんだ。ともさん、ひとしさん、こんばんは。ともちゃん、はい、こんばんは。未来見えてるんですか。見えてるんですよ、なんと。じゃあひとしさんもいきなり曲から いきます。もう今日いっぱい歌ってもらいます。もしよかったら。はい、いいですよ、大丈夫です。見えてますって。あ、見えてる。お邪魔します。お邪魔してます。カバンでも大丈夫。え、大丈夫です。今日はですね、ひとしさんの半分もライブ状態でもう演奏をたくさん聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。今日ね、告知も、はい、告知も しつつ、ひとしワールドで今日はお願いします。ともちゃん、ありがとう。
10秒前。はい、もう人さん、すぐ行ってください。Take a look to yourself Before you accuse me Take a look to yourself Say I'll spend my money on what I'm having Take money from somewhere Close your mama But people now say goCloud your mama, but people now say go. Your mama says so, don't come down anymore. Before you accuse me, take a look to yourself. Before you accuse me, take a look to yourself.You say my money won't run around Take money from salary Try my road one more time Come on back home baby Try my road one more time I don't go fit you Take me lose my mind こんばんは、ちょっとストリーム見てる聞いてるお客様お客様リスナーの皆様はじめましてひとしと言います。出だしからすみません失礼いたしました。はい、もう早速ねひとしさんに生演奏で歌っていただきましたけれども、はい、こんばんは、はじめまして菅さん、お久しぶりです。お久しぶりです。お邪魔します。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますというかご無沙汰してる感じしないですそうですね、なんか、はい、ね、ひとしさん今日はねいろいろ告知もありの、はい、でね、でせっかくなのでもうギターで今日はもう思う存分生演奏していただこうと思いまして、初めて聞いてる方、はい、ね、ひとしって誰だと思ってる方がいるかもしれない、はい、主にコザでコザチューブ茶炭とかでね、はい、ライブをさせてもらってます、アルファベットでひとしと書いてひとしと、はい、やってますけどもでもう一人本当は相方がいましてテナサックス、はい、有田康信という男と二人でですねひとし&有田っていう二人組で、活動しております。でそうですね、僕は昼間の仕事は、パン屋さんの仕事をしておりましてパン屋兼、歌いということでやらせてもらってます、はい、でね時折ラジオこういう形で菅さんと、はい、絡ましてもらったりいろいろお世話になっておりまして、今回、ちょっとね来週末にあるちょっとイベントがありまして、はい、それの告知に今日はやってきました、はい、後ほど後で詳しく、はい、詳しくですね、はい、お話ししたいと思います、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。ということで、もう今まであれですよね、その歌うたいのお兄さんだと思ってたのがちょっとまた今回ね違う形のちょっとだけステージにまた、ね、はい、ちょっとだけなんか面白いことをやります。はい、ということで次の曲は何でしょう。あ、もう大変です、ごめんなさい、ちょっとねもう出っ放から
ちょっとチューニングが合ってなかったみたいで失礼いたしました。いやいやいや、で逆にあのひろきさん、あのなんかひとしさんに歌ってもらいたい曲、聴きたい曲とかあって、もしレパートリーにあれば歌ってもらえるんじゃないかな。でも普段はどういった楽曲普段は、はい、結構何でもありで、ご自身の曲以外で何でもありでやってます。あのフォークでも歌うし、J-POP というか、ジャズっぽいやつと洋楽もありますし、そのやっぱりスタイルからして僕も長渕さんイメージしたんで、はい、あ、そうですか、長渕さんの曲とか大丈夫ですよ。ます純恋歌とか、わかりました。ということで今チューニング中でございます。はい、チューニング中でございますね。話せないっていうね。でも本当にね、ひとしさん、はい、あの、はい、ミュージックバー F でもね、毎月第1土曜日、ね、ミュージックバー F さんでも毎月第1土曜日ですね、はい、はい、歌っております。ライブされてるんですけれども、はい、とにかくね、何でも歌われます、うん、何でも歌やれといえば、アナと雪の女王でも、それ本当に聞いてみたいですけど、やったことはないですけど。じゃあのちょっとあのね、あのワンフレーズというか一番感想と、はい、サクッと、はい、全部やるとね、多分長くなってしまいます。はい、はい、あ、なんか合ってないの音が。好きです好きです、心から愛していますよと、甘い言葉の裏には一人暮らしの寂しさがあった。寂しさゆえに愛が芽生え、お互いを知って愛が終わる。別れは涙で飾るもの、笑えばなおさら惨めになるでしょう。こんなに好きにさせといて、勝手に好きになったはないでしょう。逆恨みするわけじゃないけど、本当にあなたはひどい人だわ。いきますよ皆さん。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。下ネタ大丈夫。タバコを吸うなとか、お乳を吸うなとか、私の勝手じゃないの。好きでないくせに好きなふりをするのよしてほしいわ。悔しいけれど惚れたのはどうやら私の方だったみたい。別れの舞台はどこでなどとおどけてみせるのもこれで最後ね。さよならさよなら心通わぬ恋などさようなら、こらえきれない涙よ、できることなら笑いとなれ。いきますよ皆さん、ご唱和。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。だから私の恋はいつも巡り巡って振り出しよう。いつまで経っても恋の矢はあなたの胸には刺さらない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイキャス、ともちゃんめっちゃ反応してますけどね。あ、拍手ありがとうございます。カンナさんありがとうございます。いつも聞いてます。ちょっと大ファンでございました。木曜格闘技が大ファン。こんな感じのひとしさんですけれども、はい、何でもござれでございます。はい、何でもござれでございます。で、あれですね。
もう どうしましょう、ひとしさん、一回ちょっと先に今度の、はい、そうですね、告知いきましょうか。一番大事なもの、一番大事なものを告知をさせてください、はい、その前にチューニングというものをもう一回だけ、告知の前にチューニングっていう、すいませんちょっとだけ急いできたもんで、いえいえ、はい、実はですね、来週末3月25日26日土曜日と日曜日なんですけれども、僕は歌うたいなんですが、普段は、人生初めて、お芝居に出させていただくことになりまして、はい、3月25土曜日、はい、3月26日曜日、はい、沖縄シンデレラブルースという、タイトルの、演劇があります。今帰仁村にですね、ビーチロックビレッジっていう、まあ、の手作りの、はい、カフェ、ツリーハウスっていう、木の上にね、はい、ツリー、家を作って、それで飲食ができる場所、宿泊ができる場所ということで、ビーチロックビレッジっていうのが今帰仁村にあるんですけども、それのスタッフが立ち上げた劇団ビーチロックっていうのがですね、はい、ありまして、それの旗揚げ3周年の、はい、記念公演が、この3月25、3月26、来週の土曜日と日曜日にですね、旗揚げ3周年の記念公演がありまして、はい、場所が宜野座の文化センターガラマンホールで、あります、演劇ですけれども、沖縄シンデレラブルース、演劇の中に、はい、まあ、ストーリーに沿ってですね、僕も役、一応役者というか役者さん、ね、ちょっとした役でいただきまして、はい、ミュージシャン役ということで、ストーリーの中にライブを、はい、するという、ストーリーになってます。で、昨日実はですね、リハーサル、ちょっと、はい、ね、軽くリハーサル、軽くって言ったら変ですけども、はい、僕がなかなかね、現場というか劇団の方にちょっと行けないもんですから、はい、わざわざ名護から劇団の皆さんが、宜野湾市まで来ていただいて、はい、リハーサルをちょっとさせていただいたんですけども、本当になんかこう熱い人たちです。劇団のスタッフはね、関係者もそうだと思うんですけども、劇団員がみんな熱い人たちで、かなりですね気合が入ってます、はい、昨日一緒に やらせてもらったんですけども、すごく僕は素人なんですけども、すごく入り込んでしまいまして、はい、面白い、劇団、演劇になるんだろうなと、今でも感じております。今から感じてます。すごく楽しみにしてますので、ぜひ皆さん、3月25、26日、ガラマンホールで、劇団があります、演劇がありますので、ぜひぜひお越しください。料金とかね、時間とかはまた、はい、今がいいですか、今言った、後で言いましょうね、はい、はい、ということです、ね、いや次早に喋ってしまいました。いえいえ、とんでもありません。もう沖縄シンデレラブルースということでね、はい、ひとしさんね、ブルースシンガーな感じで、そうですね、ブルースシンガーという役どころで出させていただきます、出演されますのでね、ぜひぜひ皆さんね、見に行っていただきたいと思います、はい、そして気になる料金とかは後ほど、まあ、はい、ひとしさんの方から、そうですね、今言うとチャンネル変えられる、はい、そうですね、せっかくミカネに来てますからねそうですか、ありがとうございます。あ、ミカネだ、ミカネ来たでーってありがとうございます、はい、リアルタイムなんですね。リアルタイムですよ、便利な世の中だ。本当ですよ、はい、もうせっかくミカネに来たんでひとしさんもう一曲どうでしょう。いいですよ、時間の許す限り歌わせて、ありがとうございます。何でもいいですか。はい、何でもいいです。何かひとしさんが歌いたいやつで、カンさんなんかオリジナルとかでもいいでしょうか。それとも、あ、今ちょうど雨降ってますからね、はいはい、雨にちなんだ曲を1曲歌わせてください。ミカネネから来ましたよ、ひまわりって。あ、ひまわりが、わかりました。ひまわり行った方がいいですかね。ひまわり後からでもいいです。あ、後からね、ミカネ後からだそうです。怒られるかもしれない。ありがとうございます。はい、じゃあ知ってるところから1曲挟んで、後ほどオリジナルを。人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、かけ慣れたダイヤル回しかけて、ふと指を止める。冷たい雨に打たれながら、
悲しい物語を思い出した。酒飲みてあなたの帰り道交差点、ふと足を止める。Rainy blue も終わったはずなのに、 Rainy blue なぜ追いかけるの。あなたの幻消すように私も今日は外雨。聞こえてますでしょうか。FM 宜野湾からお届けしておりますひとしでございます。行き過ぎる車のヘッドライトが一人ぼっちの影を作る。あなたの白い車探しかけて、ふと瞳を伏せる。いきません。Rainy blue も終わったはずなのに、 Rainy blue いつまで追いかけるの。あなたの幻消すように私も今日は外雨。かけるの。あなたの幻消すように私も今日は外雨。あの頃の優しさに包まれてた思い出が流れてくこの街に。It's rainy blue 揺れる心濡らす涙。声でね。 It's rainy blue The lonely day 声が出ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カスカスですね声がね。ひとしさんツイキャス大変なことになってますよ。はい、あのね、もう妊娠しちゃってください。そう、妊娠しちゃってください。いや違うでしょ。ボリュームマックスで聞いてたら旦那にうるさいって怒られたって見かねえね。マジです。ともちゃんイヤホンで聞いてるみたいですよ。 ありがとうございます。頑張って。それでもセクシーって。ありがとうございます。すいません、声がもうカスカスで。小鳥さんみたいな声なんですけど、小鳥さんみたいな、ちょっと後ろ向きます。ねえ、嵐。いやどうですか。いいです ね、 ね、僕が言ってた以上にいいでしょ。はい、いいです、ね。はい、すいません失礼しました。超えてきました。ね、超えてきたでしょ、はい、もうハードル上げようがないんですよ。ひとしさんの場合は。いやひとしさん、はい。なんでこんなに上手なんですか。うん、いや全然上手と思ってないです。上手っていうか、本当にあの宝よって。宝よってほら上手じゃないんですよ俺。宝よってそういう意味じゃないの。いやいやいや、はい。ちなみにレパートリーって何曲ぐらいあるんですか。わかんないですね、数えてないんですけど。でももう見ての通り電話帳みたいなものですよね。この時代にこんなこういうネタ本を持ってる、いやミュージシャンってあんまりいないと思うんですけども。そうですよね。覚えるかデジタル化しろよって感じなんですけどもね。いや、まず覚えることができないのと、はあ、デジタル化しようにも金がないという。金がないというか、こんだけデジタル化しようとしたらもう大変なことになります。これなんかあのね、 iPad か、iPad A カップかなんか知らないですけど、そういう
のにね入れてちょい挟みますねそういうのに入れてやればね、そうですね、手頃だと思うんですけど、まあね、はい、今日はシンデレラブルース、沖縄シンデレラブルース、よろしくお願いします。宣伝中ですはい、ひとしさん前半もまだもう一曲ぐらいいけそうですけど、ちょっと休んだ方がいいですかね。あ、もう休ませた方がいいですか、ね、休ませた、いや休まなくても大丈夫ですよ全然もう多分次何やるかなってみんな期待してると思う。ちょっと楽しくなってきたんで、はい、あ、時間とか大丈夫なんですか。大丈夫です、あと一曲行って、はい、じゃあひまわりを、はい、あの三金のリクエストというか、はい真面目に歌いますね真面目に今まで真面目じゃなかったのかっていう、福山のひまわりですか。あ、いや、オリジナルのひまわりです。あ、びっくりした、びっくりした、はい、あ、すみません、失礼しました。オリジナル、ひとしオリジナルで、はい、ございます。昔僕が小学校1年、止めてくださ いやいや止めて、こういう曲じゃないのは分かってるはずです じゃあひまわりで曲を。朝の光を抱いておんぼろ車で、誰もいない海へと来ては見たけど、そっと人知れず寄せては返す、波に浮かべた募る想いは窓を見ながら揺れて泡になり、君にたどり着けないありのままの君がね、僕の心を奪うよ。君のその仕草吸い込まれてしまいそう。思いつく限りのね、君の声が聞きたい、伝えたいことが一つあるから、さんにガン見されております。夏の日差しを浴びて君が笑ってる、まるで花開くひまわりのような人、僕の心に小さな種をまいた、そうしおれないように優しく育てたら、覚えたての歌を歌いましょう。針のままの唇で君をさらえるのなら、フラチナ真似ほど切なすぎて痛いから、針のままの君がね、僕のドアを叩くよ。どうかその手で触れてほしい、伝えたいことが一つあるから、優しく花開く
ひまわりのように周りという曲でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ひとしさん、早く新しい CD 作ってください。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。 どっちに書いてますか？こっちです。あー、はい、ともちゃん、お母さん妊娠するよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ひまわり歌ってくれてありがとう。2000円になります。振り込み先はここに出ておりますので。1曲2000円です。今日お酒飲んでないのにこんなにテンション高くていいんでしょうか？いいんじゃないですか。大丈夫ですか？もしかして熱があるんですか？そうですね、ある意味そうかもしれない。そうです。あ、楽しみにしてました。ともちゃん、初めて聴きました。素敵な曲って。あ、そうですか。ありがとうございます、ね、ともちゃん、ひとしさんライブ来ないと。楽しいよ。CD 下しやもらおうしてる。でもあれですね、ひとしさん今ちょっと CM 中なんですけど、はい、なんていうんですか、新しい CD とかまだ作りたいですね。いい曲これがあるじゃないですか。これが予算がちょっともうね、はい、予算のためにも、沖縄シンデレラブルースをぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1000人ぐらい集めるそうです、トータルで。ああ、でもそうですよね。はい、ヒープなんちゃらにも出るそうです今度。あ、今週末、はい、土曜日にテレビの方ですね。はい、はい、ちょっとストリームをお届けしておりますけれども、ね、今日はもう完全にもうひとしさんワールドで、はい、もう歌えるだけ歌ってもらおうと思ってるんですけれども。ひとしです、はい、よろしくお願いします、ね、今度舞台にも出られます沖縄シンデレラブルース、はい、3月25、3月26日、ギノザガラマンホール、ぜひ皆さんね来てくださいね。詳細はまた後ほど。これ詳細忘れないですよ。大丈夫ですよね。あそれはもう終わりかけにああいうの忘れたとかならないですよね。言うなら今で言ってた方がいいような気がしてもならないですけど。あ、今言っときます。大丈夫ですか。はい、ですよ。沖縄シンデレラブルース、3月25日土曜日、3月26日日曜日ありますけども、時間がですね、3月25日の方がお昼の1時の公演と、その後夕方6時の公演、2回公演になります。で、3月26日日曜日の方はお昼の1時公演1回のみになりまして、合計3回公演があります、3回ともですね、大人チケットが、チケットがですね、大人、2500円、学生2000円、高校生以下1500円というふうになってます。今ね、絶賛まだチケットの方は、販売しておりまして、僕の方も持っておりますので、欲しいと思った方はですね、今すぐ FM ギノアに取りに来てください。まだまだ冗談ですけど、まあ、こういうポスターがあちらこちらに貼ってると思いますが、詳しくはですね、沖縄シンデレラブルースで検索していただければ、そのサイトが多分出てくると思います。それにチケット購入方法とかですね、問い合わせ方法、問い合わせ先と、まあ、ギノザガラマンホールという場所がちょっと分かんないという方もね、多分地図とかも多分出てると思いますので、それをぜひ見てください、はい、ゲスト出演とかもすごい方が出るそうです。大御所、沖縄芝居の大御所の方で、はい、前田文子さんという方が出るそうで、はい、最近決まったらしいんですけど、あと上条美希さん、あ、上条美希さん、上条美希さん、はい、はい、出るそうです。で、ついででひとしが出ますんで、ついででひとしが出ますよろしくお願いします。はい、ね、皆さんぜひ沖縄シンデレラブルース、気にして見てみてください。はい、よろしくお願いします、ね、はい、ということで、もうね、あとね20分30秒なんですけど、ひとしさん
4曲いけますよ、4曲。4曲。ちょっともう、今頭の中が今テンパっておりまして。もうせっかく。わかりました。はい、明るい曲を1曲。はい。でもなぁ。でもなぁ。人の曲歌ってもなぁ。あ、オリジナルでもいい。いや、いいです。俺ちょっと近すぎます。大丈夫ですか。大丈夫ですよね。立ってやったらまずいですよね。立ってやっても大丈夫ですか。そう、このままでいきましょうね。はい、いきます。長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい。熱く焼けになるたびに焼けに色のない夢を見る。今日はあなたの濡れた眼差しが嬉しい。いつの間にか枯れ葉色のトワイライト子供のように無邪気に欲しくなる。長く甘い口づけを交わす深く果てしなくあなたを知りたい。 Fall in love 熱く口づけるたびに痩せた色のない夢を見る。ラジオの前の皆さん、よければ手拍子を、手拍子を、ここ FM ギノアまで聞こえるように大きな手拍子を聞かせてください。いきますよ。あれ、ナイトライト瞳うつろうように甘くあなたの素肌冷たすぎて苛立つ。焼けるような戯れの後に永遠に一人でいることを知る。いきますね、手拍子。長く甘い口づけを交わそう。夜が全てを忘れさせる前に Fall in love きつく抱きしめるたびに痩せた色のない夢を見てた。甘い口づけを交わそう。夜が全てを忘れさせる前に Fall in love きつく抱きしめるたびに痩せた色のない。いいですか、恥ずかしがらずに手拍子。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。この曲歌わないですけどね、でもね。
これあれですね、はい、もうひとしさん歌ってる間にめっちゃ入ってますよ。ありがとうございます。ともちゃん25日誕生日らしいですよ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。あ、苦手苦手。ねえ、すごい、すごい、あのたくさん来てると、あ、ありがとうございます。あの、なんて呼んだらいいかわからない人からも来てますよ。ミカさん、ともこさん、モンテイリンハさんそう、不思議な3人ですね言うなって。そうですね3人って言っちゃダメですよ。ありがとうございます。沖縄シンデレラブルースひとしさん出ますよ。はい、よろしくお願いします。出ますからね、よろしくお願いします。さあ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 、はい、ひとしさん次はもう一曲。いやいや、もうそんな時間ないですよ。もうね、でもね、いやいや、あります、あります。サクッといきましょうね。じゃあ、オリジナルです。はい、スローな曲と言いたいところですが、ジャジーな曲で一曲を、はい、これでもうあれ、いやいや、あと 2,3 曲いけますあれ30分満、あ、1時間です失礼しました。あれてか、なんかと勘違いしてるんでね。はい、はい、さっき長渕やったらちょっとあの反応良かったんで、最後オンリーマンテ、まあいっか独り言です、はい、ラジオで独り言を言う、ラジオで独り言、もうライブ、ライブ状態です。ラジオで独り言を言う、パン屋のひとしで今あれサンシャインデイって聞こう。Yes、 君が望むなら夜空の星束めてさ、 Yes、 光が見えたらそれが君の道しるべ、君がいなけりゃ始まらないのさ、慌てちゃダメさ、待っててあげるから、天使が舞い降りる、弾むビートに誘われて、目指すはただ一つ、ドアの向こうのサンシャインデイ。ボンスンマンババババンズルザンスルザンザンブーババババンズルザンスルザンスバンブーBaba baba za 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 za, baby. Yes, 君の言う通りさ、嫌なことだらけでメオネ。Yes, 指でなぞってみなよ、夕べの涙の跡を耳を澄ませば。胸の高鳴りが聞こえるはずさ、待っててあげるから、天使が舞い降りる、弾むビートに腰を振り、パパパス目指すはただ一つ、ドアの向こうのサンシャインデイ。天使が舞い降りる、弾むビートに誘われて、バスレス目指すはただ一つ、ドアの向こうのサンシャインデイ、ドアの向こうのサンシャインデイ、明日はサンシャインデイ。ありがとうございます。サンシャインデイっていう曲でした。オリジナルですね、今のね。はいはいって言っちゃった、はいということです。ね、ひとしさんこんなにあれですね、もう結構ほら本番前になるといろんな番組に出演多くなるじゃないですか。いや
そうでもないです。特に、あの、でも今日は、あの、先週ね、ちょっとあの、僕が休養で、本当先週来る予定だったんですけども、僕がちょっと休養ができてしまって来れなくて、で、今回、ね、あの、ちょっと無理って、お願いして関西のラジオに出たいんですけどって言ったら舌打ちしながらもいいよっつってしょうがねえなみたいな感じで許可を得ましたので今日やってきました。はい、本当にね今日はありがとうございます。でもあのどんな曲を八八ってなんですか。パチパチパチ。ああそういうことみたいです。打ち間違えなんかなと思って最初なんだろうって僕も思ってたんですけどね、そういうことらしいです。はい、で何でしょう、そのこの沖縄シンデレラブルースの中ではどんな感じの曲、やっぱりブルース、ですね、これあの具体的に言うとまたねあの当日楽しみがなくなってしまうの で、ね、あまり具体的にちょっと言えないんですけども、あの、まあサクッと言いますと、はい、沖縄のですね1970年代の沖縄を舞台にしてるんですけども、はい、ちょうどあの、海洋博の前あごめんなさい本土復帰した前後かな、はいはい、そのあたりの時代背景なんですけども、はい、まあ、とあるあの潰れかけの音楽バーがありまして、はい、そこにですね、玉城ルコちゃんっていう、役名のねあの主人公がいまして、はい、その子がですね、お父さんと一緒にお店を見て、それで僕がですねその周りあのその玉城ルコちゃん主人公のルコちゃんとお父さんと、はい、お父さんの仲間たちっていう形で僕らが出るんですけども、あ、まあ、そこであのいろいろありまして、スーパースターに階段を登っていくという彼女がそうですね、はいはい、でそれが、全てがうまくいくわけでもなくいろいろあって、ね、あのストーリーが流れていくんですけど、その中で僕はあの、まあ、音楽バーの設定ですので僕はミュージシャンそこで働くミュージシャン役というかそこで歌うミュージシャン役ということで出させていただくんですけども、はい、曲の合間合間に、歌が入ってくるんですが、それがなんとなくこうストーリーにマッチしたようなあの曲選曲になってますので、特に最後ら辺はもう涙するんじゃないかなと。あ、めっちゃ見たくなりますねこれ。思いました昨日。思いました。もう本人だ。そうですね、あの軽く合わせてみて、あ、これちょっとやっぱいいなと思いました。なんか意味のある、そうですね、あの全体的に本当にあの、なんですかね、心打たれる物語だと思うし、最後の最後でちょっとやっぱ意味のある選曲、はいはい、になってますので、ええ、特にねあの音楽好きの方、そして劇団劇演劇に興味のある方もそうですけども、ぜひねあの見に来てほしいなと思います。一人でも多くの方にね、ええ、見てほしいと思いますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ね、沖縄シンデレラブルース、はい、3月25日3月26日の2日間、25日が13時からと18時からの2回公演、はい、26日が13時からの1回公演、はい、チケットは E プラスもしくはファミリーマート、はい、あとは劇団ビーチロックを検索していただくか沖縄シンデレラブルースで検索していただくと、はい、購入方法分かるということですよね。そうですね。で、ひとしさんの方でも、はい、受付されるということで。そうですね、はい、ひとし&有田っていうホームページがありますので、はい、それ見てもらえると詳しく出てくると思います。はい、はい、料金が大人2500円、学生2000円、高校生以下1500円、当日券はそれより全部、全て500円アップですね、はい、したね、あります、はいはい、になるということです。ぜひ皆さん、足を運んでください。僕もですねこれ番組終わりましたらひとしさんからチケットを1枚もらおうと思って、もらおうとじゃない、買おうと思ってますんで、いやいやもう、開けます、開けます、ダメです、ダメです、ね、はい、ということでもう今日はもうひとしさん三昧、ひとしさんファンにはたまらない時間だったと思いますけれども、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。ちなみにあと6分半あるんですけども、はい、最後にあと1曲、まあまあまあちょっと短めに、いや、だいぶ長めのもう6分半ぐらいあるのをそのまま言っていただいてエンディングにしようかなと。あれ、さよならとか言わないでいいんですか。いますでもいや、やりながら適当に切ります、切れのいいとこで降りしきる雨の中、君は傘もささずに泣き顔で走り去った。
駅に続く道、君は僕の胸の中で震える声で言った、幸せになってねと小さな声で言った、最後の汽車が出て行く前に優しい言葉もかけてあげられなかった。いきましょう。雨よ降れ降れもっと突き刺すような雨よ、雨よ降れ降れもっと流してくれ。ありがとうございます。雨にちなんだ曲でございました。ペーターさんからも来ました。あ、傘傘、あ、傘、雨傘、雨来てます。すごいです。今日なんか雨がいいですね。いい感じの雨ですね。雨ですね。はい、はあ、もうライブ聞けてて得した気分。いろんなとこが濡れております。ちょいちょい挟みますね、本当にね。ギリーセーフですね。ギリーセーフですね。はい。患者ひとしさんお疲れちゃーんって聞いてますけど、あとねまだね2分40秒あるんだ。そうなんですよ。ついでと言っちゃなんですが、自分のライブの告知もしてよろしいでしょうか。もちろんです。今週末ですね、金曜日、今週の金曜日ですね、何日でしたっけ、17の金曜日ですね、はい、3月17日の金曜日、プラザハウスの3階にあります、ケニーズってビアレストランケニーズっていう、はい、レストランがあるんですけども、はい、そちらで、ライブがあります。時間が8時半ぐらいからスタートしまして、はい、だいたい2時間ほどライブをするんですけども、基本ライブ料金、ライブチャージは無料ですので、あ、はい、無料でライブが見れるステージになってます。そうですね、ご飯食べに来ていただくか、まあコーヒーでもいいですし何でもいいです。とにかくこうお気軽に、プラザハウスの3階にありますケニーズっていうところでライブが今度の金曜日、17日の金曜日ライブがありますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい、ね、はい、最後にもう一回言ってきますこれ。あ、いいですね。はい、わかりました。3月20、あ、僕がえ、お願いします。いや、菅さんが言った方がうまいですかね。失礼しました。はい、ひとしさんも、出演されます沖縄シンデレラブルース3月25日土曜日、13時からと18時からの2回公演、3月26日日曜日13時からの1回公演、計3回の公演になります。チケットは E プラスファミリーマートから購入できます。また、沖縄シンデレラブルースで検索していただくとチケットの購入方法、場所がギノザガラマンホールになりますので、そちらまでのルートなども、分かりやすく、はい、載っているのではないかと思います。それからですね、ひとしさん
をの方にからこうチケット買いたいという方は、いいでしょ、連絡いただければ、有田もしくはひとしさんに直接ですね、はい、ご連絡いただければチケット購入できるということですので、チケット料金、よろしくお願いします。チケット料金は大人2500円、学生2000円、はい、高校生以下が1500円、すいません。そして、当日がですね、全部500円アップになりますので、はい、で、ぜひ前売りでですね、購入していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、もうひとしさん今日はもうたくさん歌っていただいて、ありがとうございました。ようやくエンジンがかかってきました、じゃあ今頃かいって感じですけど、はい、はい、残りもうわずかとなりました、じゃあ来週もまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、今日の、ちょっとストリーム、お別れの時間になりました。また来週、また来週、モンテイナーさん、コインありがとうございます。ペーターさん、漏らさないようにね。ありがとうございます、コメント。ミカネネ、トモちゃん、ありがとうございます。そして、トモちゃん、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、追決終わります。